あたり、はい、素晴らしい。続いてはキラーアビリティについてお伺いしたいんですが、こちらの方は、状態としてはいかがでしょうか。そうですね、まあ、京都記念終わって、まあ、ノーザン信楽さんの方報告出して、まあ、ここ目標にね、予定通り戻してこれたんですけど、まあ去年の、ね、年末ぐらいから、折り合いの方に関してはね、だいぶ成長してきてくれてるなというふうな印象ありますし、その辺に関しては心配なくなっているかなというふうに思います。で、まあ、追い切りに関してはね、まあ、しっかり毎週毎週やってるんで、まあ、今日もそんなに目いっぱいやってるって感じじゃないんですけど、まあ、待つとこはしっかり待ててますし、まあ、行けと言えば行ってくれますし、まあ、その辺の、柔軟さは出てきているかなというふうに思いますけどね。まあ、中間では特に前回最後の伸びを欠いた要因にもなった少しその走りの部分にも調教を加えて来られたというようなお話もされてましたけれども、そのあたりは最終的には手応えいかがでしょう。そうですね、まあ、今日の追い切りなんかでもね、やっぱり5波は過ぎてからね、少し馬が伸びようとしてきて、ちょっと前強くなるとかありましたけど、まあ、3、4コーナーね、ジョッキーが起こして待ってくれてたら、まあ、馬も待ってくれてたんで、まあ、それが競馬でもできれば、また違った競馬ができるんじゃないかなというふうには思いますけどね。そして、鞍上の方では先週 G1 を勝ったダンのジョッキーということになるかと思いますが、今週はどんなレースをまた期待されてますか。そうですね、まあね、持久者の馬だからまた逆に緊張するのかなとも思いますけど、まあ、その辺はね、変に緊張せずにね、思い切って乗ってくれたらいいかなと思いますけどね。まあ、お父さんがジェラルディーナのご担当ということで、厩舎、はい、内での親子対決みたいなものにも、まあ、注目が集まってますが、そのあたりどうですか、チームの中では。まあ、なんかそこの辺はね、あんまりそういう感覚っていうよりはね、一頭一頭の馬をどうやってレースでね、いいレースするかっていうところでね、みんな頑張ってやってくれてるんで、まあ、その辺はギスギスっていうよりはみんなで頑張ろうっていう感じでなってると思いますけどね。ただやはりお弟子さんも G1 を勝たれて、師匠としてもまたさらなる、活躍期待されたいところだと思いますけれども、いかがですか。そうですね、まあまあ、1年ごとにね、ちょっとずつ成長はしてきてると思いますけどね、やっぱりまだまだなところも多いですし、やっぱああやってね、G1 勝ってくれたことはすごく嬉しいですけど、まあ、あれがゴールじゃないんでね、もっともっと高いところを目指してほしいなと思いますし、まあ、そのステップの一つにね、キラーアビリティがなれればいいなとは思いますけど。